DSSK といいますのは日本にあります株式会社ダイセルのグループ会社でございます。作っている製品はインフレーターといいまして、皆さんご存知のエアバッグというものがあるんですけども、エアバッグというのは衝突をエアバッグシステムというのは衝突を電気信号に変える部分、それからバッグを膨らませる部分、それから膨らむバッグ自体でできているんですけども、我々が作っておりますのはバッグを膨らますインフレーターという部分でございます。いくつかございます。まず一番は京承北道の皆様、それからヨンチョン市の皆様、それから DGFEZ の皆様、これに熱心に勧誘していただいたと、その見返りとしてインセンティブをいただいた、あるいは官庁のいろんな対応に関しまして、いろんな許認可がございますが、この支援をいただけるということをお約束していただいたことがまず一つございます。それから2番目に、この周辺にはこの約80キロに銀チョンというところがございますが、銀チョンに我々の最大のお客様、ヒュンダイモービス様があるということが2つ目の大きな理由でございます。3つ目は、輸出する場合ですね、釜山港というのがこの1時間30分のところにございまして、非常に輸出に有利な土地であるということ、それから仕入れ先、部品を仕入れ先から我々購入する必要があるんですけども、この周辺には自動車部品メーカー、韓国の約 50% 程度この1時間圏内に部品素材メーカーがございますので、そこから仕入れさせていただくにも非常に有利な土地であるということ、それから我々従業員の皆さんも採用していく必要があるんですけども、この近くにテグ市という大きな韓国4番目の都市があること、それからヨンチョン市という市があるということ、こういうことで雇用、我々の従業員を確保しやすいという理由が挙げられます。先ほどご説明した内容と重複する部分があるんですけども、まずこの近くに高速道路があるということ、その高速道路を使ってすぐ我々の最大のお客様、ヒュンダイモービス様に直接納入させていただけることができるということ、それから近くに釜山港という大きな港があるということ、それから飛行場も釜山に大きな国際空港があるということ、そういうことで我々非常に有利な立地にあると考えております。一言で言うとですね、皆さん非常に熱心であるということ、我々の製造の業務についてですね、非常に熱心に取り組んでいただけること、それから2つ目はですね、皆さん非常に向上心があるということ、その向上心を持ってですね、いろいろ吸収しようという姿勢が我々の生産活動を世界に発信していくということに一番合っていると考えております。それから、語学力、特に英語もですね、ほとんどの皆さんが会話程度だったらできるということ、それから日本語についてもですね、我々の非常に多くの皆さんがですね、日本語を使える方がおられるということ、こういうことで非常に我々優秀な人材を確保できていると考えております。一言で申し上げると、全てにおいて支援いただいております。我々まず韓国で工場製造を始めるのは初めてでございますが、この関係法令、たくさんの法律の許認可が必要でございましたが、そこには最大の支援をいただいて予定通り許認可をいただけたと、それによって工場ができるようになったということがまず一つ大きな我々の受けた恩恵でございます。2番目は、インセンティブでございます。これは DGFEZ の皆様を通じてですね、土地の賃借料の件とかいろんなインセンティブの手続き、あるいはその後の継続的な支援というのもいただけたということが2つ目に挙げられます。で、最後に、工場会社運営全般にわたってもですね、採用雇用の確保、それから細かいところで言いますと地域住民との皆さんのお付き合い、こういうところに関してもですね、細かい支援をいただいておりまして大変助かっております。